リミットについて、そのタイトルの思いをお聞かせください。はい。最初は行動段階にとかっていうタイトルでやってたんです。それがすごく印象的で、行動段階1が何で、2が何で、3になったらいよいよちょっともう大変なことになるんですけど、それを表現しようかと。熊の行動段階って思わせといて、人の行動段階って持っていこうと思ってたんです、実は。こうやって聞いたらこれはこれで面白そうですよね。で、そうやってやってるうちに、ある会議に撮影に行かせてもらったんですよね。ね、そこで、当時の、事務局長である山中さんが結構いい感じで、皆さんに、訴えかける言葉があって、そこで、限界ですって何回かおっしゃってるわけです。ね、これだと思って、英語に置き換えてリミットにしました。もうこれはもう迷いがなかったです。今、行動段階とか、はい、まあ、そういう限界とか、そういう言葉もいただきましたけれども、人とヒグマの、はい、まあ、知床が今抱えている問題について、なぜテーマにして作品を作ろうと思われたんでしょうか。もう一本の知床の冒険があって、で、もう一本を何にしようかと。で、なんとなく思いながら、まあ、3ヶ月ぐらい経ったんですかね。熊と人との関わりみたいな映像がなぜかこう撮らさったわけです、ね、でその後もそういうのが続いて、意識してなかったんですけど、今回勉強のために財団の方とか熊対策チームとか一緒にこう同行させてもらってるうちに、自動的に今のリミットの流れが出来上がってたんですよね。導かれた感じがします。ね、特に何もないです、最初。これを作るにあたって、いろいろこう学ぶわけですよ。知床財団の活動を通してとか、一般的な世の中の、他のテレビ番組とか、言われてることとか、っていうんですけども、やっぱりどこかオブラートに包んでるんです。ね、言うべきところ、見せるべきところ、一番大事なところを見せない。それはなぜかというと、当事者だから出しづらいわけですよ。知床財団さんが、このリミットを作ろうと思ったら、財団の活動はなかなか出しづらいわけです、ね。私のようなこの第三者、映像制作者であれば、この責任においてそれを出せるな、ね。だからそこを、しっかりこう出そうと思ったのがリミットですよね。で、それはうまくいったと実は思ってます。で、途中で、これは出さないでくれ、あれはやめてくれとかって言われるのかなと思いきや、意外とそのまま使わせていただいたので、本当にそこは感謝しています。私たちも本当に感謝の気持ちしかないんです。まさに現実を追っかけていると。それが一つの作品になるという、非常に感激しましたし、本当に感謝ですね。なので、まあそういう意味で現場から何もなかったというか、むしろ出してもらいたかった、今まで出せなかった部分を作品にすることで出るっていうのは、本当に私たちスタッフ自身もとても嬉しいことだと思います。まあ、反響はあると思うんですけど。いや、あると思います。やっぱり、例えば、カメラマンだったり、観光客だったり、こう悪い場面を撮って、それを見せて、だからどうだ、こうだって言ったところで、ダメだと思うんです。今でこそこんなこと言ってますけども、もともとは、例えば熊がいたら車を止めるし、ね、車から降りて撮りたいなって思うわけですよ。皆さん、その正直にね、ただ、車から降りて撮影したりとか見たりとかしてるだけなんですよね。で、そのリミットの中にも、山中事務局長おっしゃってますけど、それは悪いことではないと。全部のこの見方を全部出すことによって、やっぱり解決できるのかな。っていう手法を取りました。だから誰が悪いとか、どうかではないんですよね。クマを見たら、今のお願いベースで進めている限り、もうこれは限界です。から
苦手な動物とか、ちょっとこれには近づけないなとか。もちろんあれです。ヒグマです。ね、ヒグマの撮影が最初嫌で嫌で。前作の生きとし生けるものもそうだったんですけど、北海道の生き物がメインの映画だったんですけど、そしたらヒグマは避けて通れないだろうなと思ってたんですよね。できればさらっと撮って終わらしちゃいたいな、ちゃちゃっとっていうぐらい本当に嫌だったですね。それは何でしょう、恐怖心。今日は怖かったです、ね。それはやっぱり無知だったんですよね。今回の作品で、だんだん分かってきたんですけど、それでも嫌です。できれば。今なお、撮影が終わった後も嫌ですね。嫌っていうのは、自分が絶対安全な領域で撮れるならいいですよ。なんで、その、熊の撮影以前に、僕、あれ、フレペの滝あるじゃないですか。あそこ、他の人がいないときに、一人で行くのすごく嫌なんですよ。未だに嫌です。だから、よく話を聞くんですよ。朝方行ったとか、夜ちょっと行ってきたとかっていう話を聞くんですけど、この人どう考えてるのか、なんで怖くないのかなって。ね、僕は未だに怖いです。一回会ったことあるので、フレペンとかで。ヒグマを撮影する上で、特に気をつけたこととか、何かあればお聞かせいただきたいんですけど。実は、ドリミット用に、ヒグマを単独で撮ってる映像っていうのはあんまりないんですよ。ブラフチャージの画面があるんですけど、それはもともと財団さんが何かの時に撮れた映像ですし、基本は人と一緒にクマが映ってる映像が実は多いんですよ。車の中から撮ったりとか。やっぱり気をつけたのは、やっぱり自分の身を守ることですね。やっぱ怖いんで、絵に現れてると思います。車からこうヒグマを映してて、かなりこう、ガタガタガタって動揺が。あ、全部僕ですよ。全部。たまたまです、ね。たまたま車にいたら、そう、たまたま。フレペンの滝の、割と、ところで撮ってたんですけど、さっきまでエゾシカがいたんですよ。ね、エゾシカが、次エゾシカ撮ろうかなと思ってよく見たら、いたんですよ。でもよく見たら、ここが盛り上がってて、クマだったんですよね。その時も怖くて、なすすべないなと思ってたんですよね。忘れないですよね。もうクマとの空気感。何メーターぐらい？50メートルぐらいあったと思うんですけど。でも、普通の道路で車があって、50メートルだったらすごい遠く感じるんですけど、やっぱりやっぱり生身で、他の人いなくて、自分しかいなかったら、で、たどり着くまで相当あるじゃないですか。その時の心理。うちのスタッフとこう、道路を離れないクマの撮影結構流れてましたけど、あれもまあよくあるシーンですけど、あれが決定打だと思いますよ。映像の作り手として。これはみんなが見たいものだなって、見たいものって、まあミーハー的なものもあるし、やっぱり役に立つ映像かなとか思いました。あれ究極の長いワンカットですよ。すごい長いですよ。20分だって言ってるのに、あれ、どのくらいあるんですかね。で、iPhone ですね。iPhone で撮ってる映像って、やっぱり皆さん今 iPhone で動画を撮ったりするので、すごくね、生々しい感じがすると思うんです。ね、多少ちょっと画像も荒いんですけど、まあそれはそれでいいのかなと思って使ってます。あのシーンはこう助手席に乗ってるような雰囲気になりますね。そうですね。今のお願いベースで進めている限り、もうこれは限界です。人からの視線とか
意見がある一方で、ヒグマからの視点という映像もありましたけれども、非常に面白い構成でしたし、あるいは非常に難しい手法だったのではないかなと思います。あの映像は私たちが協力した 北海道大学の方の調査の映像ですけれども、ヒグマにつけた動画ですね。あれはどうでしたか？一般的に行くと、クマにカメラをつけるという行為、ね、ここに多分お叱りを受ける可能性があるというか、やっぱりそれは多分一般的には受け入れ難いな話だと思うんです。でも、なぜつけられたか。それは、やっぱり本当はもう、人慣れすぎて、殺されてもしょうがない、まあ、クマだったわけですよね。だから、その段階で、かなり、いつもよりも温情してたと思うんです、僕は。親子に対して、ね。で、それが十分分かっていて、皆さんのその気持ちが分かっていて、で、なおかつ殺したくないから、やっぱり罠にかけて、一応カメラをつけて、どこへいるんだとかっていう調査のためにっていう理由のもとに僕は寿命を延ばしたと思うんですよ。その時に撮れたやつなんですよね。で、まあ結果的にね、最後はね、もうどうしようもなくなって撃たれちゃったんですけども、その映像を僕はいただいた時に、だいぶ前からいただいてたんです、実は。だけど見れなかったんです。完成間近まで見れなくて、どうしようかなってずーっと悩んでて。で、最後の最後で見た時に、あ、使う。ダメだな、自分がこうね、リミットでは全部見せるって言ってんのに何やってんだろうと思って使ったんですよ、ね、あの映像を見た時にやっぱりヒグマも人と見てる景色が一緒だなって思ったんですね。 それが場所によっては交差してしまって、そこが境界線なのか一線越えてはいけないところなのかっていうところがヒグマが提供してくれた映像を通して理解できるというか、考えさせられるなと思いました。リミットでこだわりのシーンとか、ここは見逃さないでというシーンがあれば。リミットって前半が、問題提起と追い払いだったり、だんだん近づいて人とクマが近づいてくるのが大体半分です。後半がクマの親子とか、残された子グマとかっていう場面、なんですよね。前半で本当に短い間にいろんな場面が出てくるんです。追い払いの場面とか、なんでそこら辺を何度も見てほしいなとか思いますね。その実際にこう旅行に来て通ってくる場所が多々出てくるので、うちのスタッフが銃を担いで行く場面も結構ありますけど、あれもこう追い払うために持って行ってる銃で、そういったところもちょっと意識して見てもらえたら、途中音が鳴るところもあるんですけど、あれは追い払いの花火弾なんですね。火薬だけの弾で追い払っているような、ああいうのもリアルな知床として見ていただけるといいなと思いますね。そうですね。で、作品では言ってないんですけど、最後手を下す人たちが一番かわいそうなわけですよ。それここまで言っちゃうとちょっと、うるさくなっちゃうので、ちょっとそこは遠慮したんですけど、そこへ最後見終わった後、たどり着いてほしいなって。あの人たち、ただ、この熊がこうね、邪魔でとか、ね、人がここまでいるのにとかっていう話に持ってってほしくないなっていうのは、あります。子グマと親グマ交差しながら、親グマ気が浅くなっていくシーンがあって、で、子グマが一人で冬に向かっていくシーンがありますが、あそこの表現について少しお聞かせいただいてもいいですか？リミットのやっぱり肝はそこなんですよ、大事なところは。リミット一線を越えた後、何が残るか、どういうことになるかっていうと、物言わない、その一番その時弱かったのが、に付けを回すわけですよ。そこで終わっちゃう者もいれば、あえてこう頑張って、次の年も生きてる者も
いるわけですよ。で、それは熊と人じゃなくて、人対人もまさに一緒なんですよ。ね、全く一緒だと思うんです。だからそこら辺ちょっと思ってもらえたら嬉しいなって思う。リミットの差もできたような最初の年のうちにあったんです、実は。その時から今の構成だったんですよ。撃たれて、子熊が一人の残されてって、全く変わってないし、実は。その時は本当、事実としては撃たれてないんですよ。ね、その後に、本当にそういう風になってしまったんですよね。実は最初に、この仕事を始めて、最初に会ったヒグマが、あの親子なんですよ。ゴールデンウィークの初めぐらいに、道路縁で座ってたんですよ。親子で。ね、その時は、すごいちっちゃかったんです。びっくりしました。僕はあそこでその後違う風に持ってこうと思ったんですけど、実際に本当に単独になっちゃって、ね、で結構なんか気持ち的にもこう感情移入してしまってたんで、結構なんかこう作り手としてちょっと作りづらくなったんですけど、でもその後生きて春ね、こう元気に歩いてるのをなぜか撮れたし、これもまた奇跡的だと思うんですよ。なかなか撮れなかったと思うんですけど、その日一日だけなんですよ、実は撮ったの。朝。このメインの、この、これ。とか、実は、あれね、30分以内の間ぐらいに全部撮ってます。あのシーンは全部30分以内ぐらいなんです。ね、とか。すごい。あの日、ね、旭川から通ってるんで、あの日来てなかったら、撮れてないな、とか、ね。母グマが撃たれちゃって、こう、もう息を引き取るように見えるシーンがあるんですけど、毛のアップとか。あれも実際にその母親なんですけど、あれは撃たれたとかではなくて、罠にかかって麻酔をかけて、カメラを実は、つけるときに、たまたまいたんです、僕は、そこに。リミットの、あの音楽を女性の歌声で歌われてらっしゃる。印象的なとても高い声の音楽が入ってますけど、音楽についてのこだわりとか。リミット、ザ・リミットの音楽は、児玉里奈さんが、全部やってるんですよね。監督として要求したのは、あの声をうまく活用するということと、車のハザードのリズム、ね、あれに合わせたものが欲しい、ギターで。ね、この二つですね、冬のシーンで、子熊が、多分一人でどっかで穴で暮らしてるんだろうなっていうシーンで流れるあの曲は、すごいなんか低いこう楽器を使ってるように、うーんとかってあるんですけど、あれ実は本人の低い声なんですね。声だけで構成されてる、ちょっとこうすごい、曲なんですよ。うん、だから、なんか感情に訴えると思います。うん、まあ、世の中ではかなりコロナという新型ウイルスが流行ってますけれども、あれも、まあ、いわば、そもそものウイルスが野生からきっかけになってっていう話もありますし、そうコロナから始まって、まあ、人と人との距離みたいな、距離感っていうのが今話題になってますけども、ザ・リミットでもかなり距離感っていうものがテーマになっていると思うんですが、まあ、ちょっとこう、世の中のこう状況に合わせて、距離感というものについて、まあ、野生動物と人とか、そういったところでちょっとお話しいただければと思いますが。うん。極端なことを言うと、本当にヒグマに、ことを考えるんだったらみんな北海道から出るべきなんですよ。それはありえないです。それはできないです。でそれをしないで言うっていうことは、正直に、自然も大事だけど自分たちのあれも大事だと。こうしっかり言った上で、やっぱり協議できないのかなとかって思いながらいました。やっぱりその自分の立場を正直に、言うべきなんですよね。それを言わずしてカッコつけて、なんか考えてるようなことを言ってやり取りしてると多分平行線をずっと辿るっていう、あ、やっぱりそうなのかなとかって思いながらいました。このインタビューを見てザ・リミットを ぜひ見たいと、あるいは見た方に対してもメッセージをいただければと思うんですが、このザ・リミットは作ろうとして、作ったものではないです。知床へ来て撮ってるうちに、やっぱりヒグマと人との距離を表すものが自動的に撮れました。そのうちにいろんなドラマが生まれて、次々といろんな展開となって、今のリミットが完成しました。こ
ここに嘘はないです。そこに見えるもの、直接見えるものから裏で起こっていることを想像してもらえればと思います。いろんな人の葛藤だったり、熊のとか熊以外の生き物の物言わないものの、我慢しているところ、そういうところを、汲み取ってもらえれば、このリミットは成功だと思います。今起きていることを、正直に、作ったものですので、こちらも難しいものと思わないでドキュメンタリーだと思って見ていただければと思います。確実に悲惨な事故が勃発するところにどん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 近づいていってるのは間違いないと思います。そして熊についても結局は殺されるような運命になる。熊を見たら、今のお願いベースで進めている限り、もうこれは限界です。